こんにちは。こんにちは。なりたこみたいな。はい。ごめんなさい。ごめんなさい。なりたこ TV。今日は、はい。なりたこみ店さんにはペットカテゴリーがあるみたいなんですけど、はい。例えばどんなことができるのか。候補は猫を飼ってるんですが、はい。タワー、キャットタワーからキャットタワーに渡る橋で、うん、肉球が見たいので、ね、うん、透明にしてほしいんですよ、うん、作りますよ。一番いいのは木かなんかでこう枠を組んであげるんですよ。こういう感じで、肉球が見たいんだったら、この枠だけだったら猫ちゃんが歩きにくいんで、こう乗っかる部分というか、渡る部分、実際に足を置く部分を、ね、面の部分、そう、面の部分を木じゃなくてこうアクリルの板かなんかに、透明のアクリルの板にしてあげれば、うちの猫7キロぐらいあるんですけど、全然大丈夫じゃないかな。これぐらいだったらキャットタワーとそのタワーの間ってどれぐらいですか？120とか。それだったら全然強度的には問題ないと思いますね。ご覧いただきありがとうございました。次回の放送まで、See you next time! ナリカオ TV!